ラタキア沖海戦は第四次中東戦争中の1973年10月7日にイスラエル海軍とシリア海軍の間で叩く。これは世界で初めて行われた艦隊艦ミサイルを搭載した艦船同士の海戦であり、電子戦による疑問が初めて行われた海戦であった。1973年9月30日、エジプト艦隊の異常な動きを踏まえて、 イスラエル海軍の専任情報将校であるラミ・ルンツ、大佐は海軍司令官ベンヤミン・テレム少将に対し明確な戦争の兆候であると報告した。テレム少将とルンツ大佐はこの情報を参謀本部情報局長エリ・ゼイラ少将にも通知したものの、ゼイラ少将はこれに同意しなかった。しかし10月1日、エジプト海軍が最高の警戒態勢に入ったことが承知されたこともあり。 テレム少将は海戦が迫っているとの判断を変えなかった。イスラエル海軍は10月2日から4日にかけてミサイル艇戦隊全力での機動演習を実施していた。これは海軍が整備してきたサール2型、3型、4型ミサイル艇を中核とする各種武器システムを同時に試験される最初の演習であった。テレム少将は演習後、 6日の読むキプル前に帰宅できるよう、4日の午後1時までに、乗員たちを上陸させたいと考えていた。しかし、ルンツ大佐が、エジプトの戦争準備の、さらなる情報を得たことから、4日午前4時、すべての上陸休暇を取り消し、警戒態勢に入ることを決心した。6日午前10時には、シリアが南下する場合の阻止部隊として、サール2型、ミボザフ及びサール4型、 レシェフの北上が決定され、その後さらにサール3型、ガーシ、ハニットが追加された。またミサイル定戦隊司令バルカイ大佐と爆量を便乗させて、サール2型、密なくも合流した。一方、エジプトへの備えとして、南方任務部隊も組織され、南下した。6日夜、北方任務部隊と共に北上中のバルカイ大佐は、 海戦の知らせを受け、遭遇するすべての敵艦船を沈める権限を付与された。これを受け、バルカイ大佐は、シリアの主要港であるラタキアの沖に進出して、シリア艦隊を撃滅することを決心した。イスラエル艦隊は、左側に、ミツナク、ガーシ、ハニット、右側に、ミブツァフ、レシェフと、2列の重陣を形成しており、まずシリアの沿岸レーダーを避けるため、 西側に大きく回答して、キプロス島に向かった後、ラタキアに進路を転じた。なおこのうち、ミボザフはミサイル未装備であった。また秘密保全よりも通信の迅速と、方たちを優先する必要から、作戦中は無線電話での平文校話を主体としていた。22時28分、ラタキア沖南西35海時で、密なくのレーダーが一隻の目標を探知した。 民間船である可能性が否定できなかったことから SSM による指定外での攻撃は行わず、まず同艇が接近して 40mm 基銃で威嚇射撃したところ、基銃による応射を受けた。目視でもシリア軍の魚雷艇であることが確認されたことからレシェフの 76mm 単装速射砲によって撃破された。バルカイ大佐は大破。 漂流するシリア軍魚雷艇の処分のため、ハニットのみを残し、残る全艦でラタキア沖への進撃を継続した。シリア軍魚雷艇は、撃破される前に、敵艦隊の接近を司令部に報告していたことから、ラタキア沖で紹介に当たっていた T-43 型総海艇は、逃走にかかった。これに対し、まず、ガーシが距離2 0トルで、 ガブリエル艦対艦ミサイルを発射したものの、まだ有効射程外であったために目標まで届かず、海中に没した。続いて、レシェフが距離 18km で発射し、こちらは命中した。同艇はさらにもう一発発射し、こちらも命中させた。この時、シリア海軍のコマール型ミサイル艇2隻と大阪型、ミサイル艇1隻がラタキア港から南下したばかりであり、 イスラエル艦隊の擁撃を指示された。これらのシリア海軍ミサイル艇は、イスラエル艦隊のレーダー画面上では、グラウンドクラッターに紛れていたことから、探知されずに、P-15 艦隊艦ミサイルの射程内に、接近できた。シリア軍ミサイル艇が接近し、ついに、イスラエル海軍ミサイル艇隊のレーダーに探知された、直後、23時27分。 P-15 艦隊艦ミサイルが制射され、イスラエル側の不意をついた。しかしイスラエル側は直ちにジャミングやチャフ発射などの電子攻撃で対応し、P-15 はいずれも外れた。1967年のエラート事件以来、イスラエル海軍は P-15 の対策に神経を尖らせており、その対策が見事に走行したことから、海軍司令部は歓喜に沸き立った。 一方、シリア海軍司令部では、これらの電子攻撃によって、レーダー画面上に高速水上目標3、低速水上目標10、ヘリコプターらしき目標2軍を認めており、混乱に陥った。シリア軍ミサイル艇は、ミサイル制射後直ちに離脱を図ったものの、イスラエル側の方が有速で距離を詰められたことから、大阪方は途中で反転し、再度の攻撃によって、死体を図った。 大阪型を含むシリア軍ミサイル艇には、いかなるミサイル防御措置も備えられていなかったことから、これは非常に勇気のある決断であった。これに対し、バルカイ大佐はガーシュを派遣した。両艇は正面から距離を詰めていき、まず距離 30km で大阪型が、ついで距離 20km でガーシュがミサイル発射を開始し、いずれも2発ずつを発射した。 大阪型のミサイルはいずれも外れ、ガーシのミサイルはいずれも命中した。また、密なくも逃走中のコマール型のうち一隻を射程に捉え、やはりミサイル二発を発射、命中させた。被弾したシリア軍ミサイル艇はいずれも撃沈された。残る一隻のコマール型はすでにミサイルを撃ち尽くしており、またイスラエル艇よりも鈍速で離脱できる見込みはなかったことから。 丁長は岸に座礁、格座して、乗員を上陸、脱出させた。座礁したコマール型は、密な国により、またミサイル攻撃を受けて、大破、漂流するシリア軍総海艇は、ハニットによって、攻撃、処分された。シリア軍魚雷艇の最初の接触から1時間半で、同海域に展開していた5隻のシリア軍艦艇は、一掃され、しかもイスラエル側には全く損害がなかった。 11日にもバルカイ大佐は7隻を率いてラダキアを再度攻撃した。この際、シリア側は同行に闘病していた中立国の貨物船を盾にして反撃してきた。この交戦ではイスラエル側では明らかな戦果は確認できず、また流れ玉で日本の山白丸などが被弾したが、シリア軍はこれを契機に攻勢作戦の意図を完全に喪失し、 戦争の残りの期間、二度と郊外へ出撃してくることはなかった。ありがとうございます。